Hello, good afternoon, everyone. We are here at New York Mart.ここに来る前にですね、フードタウンといういつも行くところに行ったんですけども、品物があまりなくて、ちょっとこっちの方まで来てみました。今日のお供は、変なおじさん。変なおじさん。はい、渡辺康二さんです。はい、ひろさん。こっちの方が小綺麗やね、向こうよりも。はいはい、伊藤さん、どうですか。今日はこれですよ、あんこ。あんこちゃん、まあ、頭は抜けてますけどね。これほら結構でかいです、うん、結構でかいですよ。これけどすごいね。こっちのちょっと変形型みたいな感じね、うん、やっぱり魚の匂いがしますね。それね、このあんこはそのね、魚の匂いがやっぱり。湯が沸きました。あ、沸いた。ちょっと止めちょっと。じゃあ、あんこうの肝とかありますけど、これ入ってないですね。抜けてます。肝は抜け、抜いちゅうね。日本ではあんこうとかでもすごい、あの東北地方から高いもんですよね、うん、これもあんこうの一種なんですかね。これ一応まああのスーパーもう顔は頭の方はなかったから、うんうん、あのあ顔見るわけあの頭見えないだったけど、うん、一応まあ、 あの売ってるのはあんこうとして売ってましたね、うん、今年最後の、これは包丁、そうですね、料理ということで、そうなりますね。もうあと、マイアミもあと5時間ぐらいで、であと5時間してまた作ることがあるんだったら、筆おろしじゃないですけれど、ですね、筆おろしじゃないですけど、なんていうんですかね、包丁おろしになるんですかね。包丁おろしになりますかね、うん、こんな感じかな。で、まあ、鍋やから、うん、もうあと半分ぐらいこうやって、これで出汁がうまいこといきますね。水通し、うん、
まあここにそしたら適当に、はい、えのきだけ僕大好き。えのき美味しいですよ、うん、中が毎回やつやこれ。まあ、それだけ食べますかね。うん、中が痛んでるわ。中がちょっといかんようなやつはね、よく見ちょかんとね、むしろったりする気で。うん、虫がおるの。虫がおったんですから、うん、これが現実です、うんうんうん、これがこれスーパーマーケットで、うん、こういうの見たらこれ皆さん分かってるでしょ、うん、虫が出たでしょ、うんうん、これが現実です、うん、ですのでそのままクックしたらいかんよ、うん、特にこういうのを見た時はね、うんうん、ほら虫がもうグググないちょろ、うんうん、洗わないかね、一回洗わないか、これだけよ、食べれたとしてもこれだけよ、うんうんうん、こういうのしょっちゅうあることなんですかね。中にほら、青虫みたいなのがおったりとか、うんうんうん、でもちょっと砂っぽいんで一回洗いますわ、はい、はい、熱いな、チーズタラコッドフィッシュをあのチーズでコーティングしたやつ、一応僕のそれ大好き、これこれです。じゃあビールで一緒に乾杯いきましょう、うん、よう乾杯いきましょう、乾杯、うん、ヒロさん、じゃあビールでヒロさん、うん、乾杯、はい、今年もいろいろありがとうございました、はい、来る年もよろしくお願いします。あと4時間そこそこでニューイヤーですね。どうですか、タラオ。これ最高、僕大好き。わざわざ僕は高知から。磯がいいですよ、これ見てください。これ、貝が入っちゃう。どうですか、磯丸さん。ナトリ。すごいですね、また大吟醸、豊の梅。金賞。ゴールデンプライズ平成で金賞です、これ、ね、すごいね。これは2ヶ月して渡辺さんが LA から帰ってきた時になりましょう。じゃあ、ね、じゃあそれまで置いて
シーウィードですね。こんなんでしょ、こういうの見ること自体がすごいと思うよ、うん、一つ一つパッケージが入ってるんですよ、うん、コブが、うんうん、美味しいですね。茎わかめ、また別のやつで、これスクイードですね、うん、スクイードのやつですね、ドライのスクイード、見てみましょう、うん、これは中がそのままやから、たくさんこれやってる、うん、こういう感じ、スクイードジャーキーみたいな感じ、うんうん、美味しいね、酒に合うんじゃないですか、うんうん、よさん酒をピロピロ、ちょっとソファーこの前菜、僕が日本から持ってきたピロは1、2、3、4、5、5までいった、6、何本当ですか、そう本当美味しい、うん、日本から持ってきた、うん、このアピタイザー、うん、無我夢中、無我夢中、うん、ピロピロ5が出ました、激しい、激しいピロピロが激しいピロピロ、この日本から持ってきたこのドライドフード、これピロピロ5が出ました、5って今まで出てないです、出たのはシルバーパレス以外です、うん、初めてですね、しかもこのドライフード、パックドフード、始まりました、ましょう、行ってみようね、うん、こんな感じです、ちょっと癖あるけど、まあこんな感じかな。グッド。うん。わかりました。僕もいただきます。